どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。はい、やってきました、千葉からストリートシリーズですね。で、今日に関しては激辛そばを食べたいと思います。ざるそばですね。はい、じゃあそんな感じでスーツをびっしょんこにしながら行っていきましょう。レッツゴー。よし、じゃあ行きましょう。はい、というわけでやってきたんです。今日はですね、ざるそば屋さんに来てます。はい、ざるそば屋っていう名前ですかね。結構斬新ですよね。はい、で、今日のターゲットはなんですけども、シンクというね、まあ激辛ですよ、激辛ざるそばを、頼みたいと思います。まあじゃあ早速、注文します。すいません、シンク、シンクを一つでお願いします。はい、ザルソバシリーズは初めてじゃないですか、激辛に関しては。で、まあちょっとね、待ってる間雑談しようかなと思うんですけれども、一昨日ね、多分動画アップロードされてると思うんですけど、あの渋谷のね、動画見た方いらっしゃると思うんですけど、まあね、結構また事故っちゃったんですけどね。今日はね、ちょっとその反動じゃないですけど、たまにはちょっと落ち着いた感じでね、純粋に激辛料理を楽しもうかなと思うんでね、今日はね、あえてですよ、あえて、ね、落ち着いた大人のジョニーを楽しんでいただけようと思いますね。だって思いません？それこそずっと唐揚げとかラーメンとか毎日毎日そういうジャンクフードとか味の濃いもの食べてたらちょっと飽きてこないですか？たまにはね、ちょっとさっぱり系なサラダも食べたいと思いませんか？今日はね、ちょっと違ったテイストの動画にしようかなと思います。ちなみにここ、あのざるそば屋さんっていう名前じゃないですか、はい、この中由来みたいなのあるんですか？由来っていうのは、まあおそば専門なんで、あの美味しいおそばいっぱい食べてもらいたいなというだけです。ああ、なるほど、もう分かりやすいですもんね。ざるそばや、ざるそばいやですからね。聞いてたね。あ、そうだ、一人ごとする、一人ごと。お、来ましたか。お、来ましたね。おー、早いですね。はい、スピード命、ざるそばですね。はい、ありがとうございます。はい、おー、うまそう。ました。うーん、あ、なんかニンニク効いてますね、はい、やっぱり。これ見てください、いいですね。じゃあね、今日はこんな感じで、ね、リラックスジョニーでいきましょう。リラックスジョニー。やっと会えたね、激辛ザルソバ。君だけを探していた。今夜僕と君は一つになり、そしてびっちょんこになる。いただきます。じゃあ行きましょう。ざるそばですよ、今日は。ざるそばさん、うん、すごい、なんかね、運ばれてニンニクの風味がしますわ。普通にうまそう。ちょっとスープが赤っぽい感じがしますね。あー、なるほど。あ、結構ピリ辛しますね。で、これざるそばもね、結構量ありますよ、これ。俺な、まあでもそばは太らないって言いますからね。言いませんよ、くね。じゃあここにつけていきましょう。うまそう。うまいね。新しいそばって感じだ。なんかこういうそばの食べ方したことないですよ。僕結構そのなんですか、そばって言ったらあれじゃないですか、めんつゆにわさびぐらいしかね、食べるのないんですけど。うん、こうピリ辛しますね。まずこうやって卵も入ってますよ、卵も。鶏肉が入ってると。お願いします。
肉の芽も入ってますし、半分。もうちょいで終わる。そばだから結構ね、進みやすいですね。これね、全部入れていきましょう、これ。ごちそうさまでした。おいしかったです。完食しました。いや、なんかちょうどいい辛さでしたね、これ。お蕎麦ってね、麺つゆにね、わさびつけて、そういうシンプルなのしか基本的にあんま食べてこなかったんですけども、今日のはね、ニンニクが効いてて程よいピリ辛でしたね。まあ、汗もちょっと今、今日ちょっとビッチョンコタイムをやりませんましたけど、ラーメンとは違うんですよね。今日なんか家系ラーメン食いたいなっていうとか、今日結構ガッツリ食べたいなとか、最近お腹とか体型を気にしてる方はおすすめだと思います。そばって結構ヘルシーですからね。普通のラーメン食べるよりかは、こういったこのね、こういったそばの感じで食べた方がいいです。食べ応え結構ありましたね。おそばも結構量ありましたね。女性で食べられるんですかね。まあでも男の僕からしたらちょっとちょうどいい量でしたね。辛さの判定をしていきましょう。ざるそば屋のシンクですね。辛さレベル、じゃーん、じゃじゃん、辛さレベル3でーす。おめでとうございます。辛さレベル3ですね。まあ結構これだったらね、激辛料理苦手な方でもまあ食べれるんじゃないかな。ちょっとね、ジョニーの味覚がラリってるかもしれないんですけれどもね、ここだって芝ですからね、港区の芝公園付近ですからね、この近辺で働いてる方はいいんじゃないですか。ランチがてら、これ安いです。確かどんぐらいだろう、これ800いくらぐらいとか、うん、気軽にランチとかで、ね、食べてみてはいかがでしょうか。はい、ツイッター等々更新してますんで、フォローお願いしまーす。あと、この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。オフショットって宣言して、オフショットっていうこと感じになってますけど、あえてですからね、あえて。あえて今日はふざけなかった。ジョニーはね、いろいろ今はね、いわゆる底辺 YouTuber ですからね。今のうちですからね、こうやってね、変な格好をしたりとかさ、キャラコロコロ変えたいとか、衣装変えたいとか、まあそれこそね、いい意味で今いろいろ試せる時期なんでね、今日はふざけを抑えましたよ。手抜いてとか言わないでくださいよ。スクミズとか派手な格好するのってあれ正直楽なんですよね。スクミズ着てただ渋谷いるだけでまあ面白いって言われちゃうんですよ。まあそんな楽なことないですよ。ただね、それにね、甘んじちゃいけないと思うんですよ。チャンネル登録者数がね、全然いってないんで、ああいうことをしてるんですけれども、それ頼りになってしまうじゃないですか。過激なことって、まあね、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、誰でもできるじゃないですかね。別に僕じゃなくてもすくみず切れますからね。で、すくみずに頼りたくはないと思ってます。僕変態な格好しますけど、あれ渋谷の動画でも言った通り、あれは僕は仕事だと思ってやってるんでね。スクミズとかああいう派手な格好に行くのはまあなんか最終手段というか、だから今日はね、こうあえてね、こういった形であえてね、くどいな、くどいな、結構くどいか、やめとこ、あんま言うのやめとこ。よし、じゃあそうそう行きますかね。まあ多分10分ぐらい経ったでしょうね。これで広告3個ぐらい挟めるよね。
下水な。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、 もっと